はその習性ゆえに光に惹かれる。不思議なところにいる。大きく揺れる船の底、さまざまな姿の乗客、見慣れない文字で書かれた切符で知らない街まで行く。光を曲げる虫かご、羽と命がある商品、船に積まれている。檻の中から無数の風が覗く。中にはさまざまとんでもない突拍子もない世界をどれだけ普通に扱えるか。仮に突拍子もないことを言っていても、それがこうなんか現実以上に事実に聞こえてくるっていうか、それはすごく目指してる感覚ではあります、ね、一番安い切符で行ける港なんてたかが知れてるよな。そこから先歩いて目指す大きな青い壁がそびえ立つ街。誰かに会ってその人に深く刺すっていうことだけです。それを続けるみたいな。俺が捧げてるなんてバカみたいじゃないか。